フレンド括弧仮君と過ごす夏休み。婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンド括弧仮。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。それでは今日も女の子を求めて元気に投稿しましょう。でもさ、これ基本毎日女の子とさ会ってるよね。すげえいい夏休みだな。学園チェック、まあゆうきちゃんのイベントが出て、あとの2人はちょっといいんで今日学園には用はねえな。桜井さんと望月先輩か。じゃあ今日はこの2人に会って終わりっすかね。桜井さん、話進まないんだよね。あ、おはよう。おはようございます。今日は特に予定がない。またいつもの会話だな。外はやっぱり暑いね。でもさ、これ桜井さんもさ、なんで夏休みこんな駅とか商店街とか学校でこんなに三上くんに会うんだろう、ひょっとしてつけられてるんじゃないかしらって思わないのかな。君もそうなの？いや、桜井さんはそんなことを思う人ではない。気が合うね。そうだよね、気が合うって言ってくれてるし。言いながら歩くのも楽しいよね。でもちょっとそんなに頻繁に会っても話題がないから、ま、今日もこの話題でいいかな。どうせタオルと水持ってきてないんでしょっていう。お水はこまめに飲まないと、熱中症で倒れちゃったら大変だよ。一応心配してくれるふりをして、ペットボトルでもいいからカバンに入れておいた方がいいよ。あ、引き止めちゃってごめんね。あんまり引き止められると困るから、ここら辺で退散しようと。お互いいい夏休みを。いやいやいや、桜井さんはそんな黒いことを考える人じゃない。じゃあ望月先輩のところに行きますか。どうした望月先輩？あの子はいいわね。日焼けの跡が健康的で素敵。あの子もいいわね。あれ、もしかして望月先輩可愛い子選手権やってる？何をしてるのかって、決まってるじゃない、夏の可愛い女の子ウォッチングマジでやってたんだ、女の子ウォッチングね。でもさ、これ望月先輩がやってるからさ、別にまあいいわけであってさ、完全に俺が一人でやってたら職質かけられるでしょう。みんなが開放的になるから、オープンな服装の女の子が多くって、それには激しく同意だな。望月先輩ちょっと俺と趣味が合うんじゃないか。これだからこうね、何回か会ってくることによって、あ、こういう趣味があるんだ、私とちょっと合うかもみたいな。どの子のこと？そうで、趣味も分かってくるんですよ。あのショートパンツの女の子だよ、ランニングを着た男の子だよ、帽子をかぶった小学生で、これ絶対一番上でしょう。ほら、スラッと伸びた生足がたまらないわ。生足か、そこまで俺生足フェチじゃないけど、まああればいい感じっすかね。あればいいってなんだよ。当たり前だよ、俺何年女の子ウォッチャーやってると思ってんの。夏休みは薄着パラダイスね、たまらない。うん、たまらんよな夏は。ちょっとこれから望月先輩のことを師匠と呼ばせていただこう。先生が登場したけど大丈夫か。うん、立花先生、私と彼はストレートに言ってるけど、これ多分ね、望月先輩がまあ普通に言ってるからいいんだけど、俺が一人で、お、立花先生、僕今美少女ウォッチング中なんですって言ったら、確実にちょっと職員室まで来なさいってなるよ。ちょっと2学期始まりますけど、あなたは一時停学にしますって。ほらね、普通に流してるっしょ。これは望月師匠が言ったことによって普通に流されてるのであって、もっと可愛い女の子を探すわよ。おっ、ついてきます師匠。これは教師として止めるべきなのかな。でも生徒が楽しんでいるんだし、教育って難しいな。でもまあこの会話を聞く限り、やっぱり立花先生はもう新米教師ですね。悩める教師、あとわからないのが年齢。ただ師匠と一緒にガールズウォッチングができるっていうのはでかいっすね。誘えば絶対来てくれるでしょう。師匠、
今日もガールズウォッチング行きませんかって言ったら確実についてきてくれるでしょう。学園は村上先輩がいるな。で、町にはこのメンツか。そうするとまずは村上先輩だな。ほい。あなたですか。こんにちは。今日もいい天気ですね。あ、これもなんてことのない会話だな。それで私に何かご用ですか。私に聞きたいこと。聞きたいこと系か。何でしょうか。ここで評価を上げろってことだな。音楽について。音楽は興味ない。買い物も興味ない。読書も興味ない。あ、でもさ、この前なんか本探してくれるって言ってたよね。もうそれどうなったんだ。読書についてですか。読書についてっていうか、その女の子にモテるための秘訣10を探してくれって言ったじゃん。大好きなことですね。休日になると一日中図書館にこもっていることもあるくらいで。てかさ、村上先輩とさ、望月師匠もそうなんだけどさ、3年生だよね。よく考えたら受験勉強とか大丈夫か。村上先輩は例えば図書館にこもって勉強しつつ読書もするっていうやり方かもしれないけど、師匠に関しては完全に女の子探し回って遊んでるよね。なんかもう推薦とかで進路決まってんのかな。俺もさ、人のことは言えないけどさ、夏休み別に勉強してなかったんで、いいんだけど。ここ結構ね、学校の偏差値とか見た感じ高そうではあるからね。俺が入ってるっていう段階でよくわかんないんだけど、ちょっとまた師匠のところに行くか。師匠、今日もよろしくお願いします。おはよう。毎日暑いわね。普通の会話っぽいな。この暑い中何をするのかってさ、これどんだけ暑いの、この夏休み。だからフラフラお散歩って感じ。師匠、フラフラお散歩するくらいなら女の子ウォッチングをしませんか。お、これは女の子ウォッチングしそうだな。シャッターチャンスってどこに転がってるかわからない。さすが師匠、これもそのくらいの気構えが必要なのかな。あと難しいのがね、そのシャッターチャンスって突然訪れてくるんですよ。だからあってなった瞬間はもう遅いんですよね。その一番いいところは取れないっていう。そこがね、あの撮影の難しいところなんですよね。どこに素敵な出会いがあるかわからないし。お、師匠、なんかいましたか。海音ちゃん発見。お、いいっすね。今あそこの、ではこれから村上先輩を取りに行きましょう。これ望月師匠と一緒に行けば。気づいたね。だから言ってるじゃん、俺のガールズウォッチング歴は伊達じゃないよ。私の女の子センサーは超高性能よ。見逃すわけないじゃない。マジで師匠と組めば最強のタッグだな。私はフミオちゃんを取りに行こう。いや、俺も行くよ、俺も行く。またね、またねじゃなくて、私もついてきます師匠。8月7。ハテナがある。俺のガールズウォッチングを逃れたハテナさんがいるな。シーナさんと望月師匠か。とりあえずこのハテナをやりましょう。俺の目を逃れたと思ったが、そうはいかん。ちょうどよかった。黒川さんか。ちょっといいかい。君がいる間にここを誰かが通る。こんな廊下誰も通らないだろう。桃子と夏休み中に椎名さんが通ったのか。3人も通ったのか。 どんだけ出現率高いんだよ。てかこの3人とか何してんの、学校で。マジで誰かが落としたんだと思うんだけどね。拾った時に中身が出ちゃってね。この赤いシュシュが入ってた。赤いシュシュ。シュシュってさ、なんだっけ、あの女の子がしてるなんかリボンみたいなクシャクシャクシャってしたやつ。私主は困ってると思うんだけど。あ、これあれか、誰のでしょうっていう例のやつね。朝比奈さん、椎名さん、桜井さん。これさ、桜井さんじゃね。桜井さんリボンしてたよね。おお、さすが俺。確かにシュシュのイメージはあるね。シュシュのイメージはないけど。可能性は高そうだね。んで
どこに行ったか、いや、どこに行ったのかまではね、ちょっとわからないんだよね。ハテナになってたから。俺のガールズアイから逃れちゃったからね。出てきた。ちょっと聞きたいんだけど、この近くに紙袋が落ちてなかったかな。ああ、これかい。あ、これだよ。ありがとう。拾ってくれたの？まあね、拾っといた甲斐があったね。よかった。なくしちゃった。でもさ、この紙袋がどれくらいの大きさだったかわかんないけど、シュシュがさ、紙袋からポロッと落ちてなんか落としたっていうのならわかるけど、紙袋ドサッて落ちないのかな。普通わかるじゃないの。持ち主が見つかってよかったよ。シュシュが好きなの。ちなみにこれ桜井さんがつけてるのって、普通のリボンだよね。シュシュ集めは私の趣味なんだ。なるほど、覚えておこう。前から気になってて、ずっと欲しいなと思ってたの。今日はそのお店が。でもね、ちょっと俺はその女の子の、まあ、アクセサリーとかもそうなんですけど、ちょっとセンスがないんで、そういうのは基本的に女の子と一緒に選ぶっていうスタンスですね。だからなくしたと思って落ち込んで。まあだからその女の子にちょっとサプライズ的な軽いプレゼントをするときは、まあ前も言ったと思うんですけど、そのロクシタのハンドクリームとか、もうこのみんながもらって無難なものをプレゼントしてますね。一つプレゼントするね。黒川さんには黒いのがいい。単純だな。いや、気持ちは嬉しいけど、私はちょっとそういう。シュシュってでもいくらくらいするんだ。そんなに高くないのかな。簡単にポンってあげるくらいだったら。ポニテにしたら。あ、そうそうそう、俺ね、何がいいってね、ポニテが好きなんすよ。いや、うんうん。黒川さん、でもポニテにするにはちょっと髪長すぎじゃないか。そう。じゃあ君に。で、シュシュのプレゼントはさすがにないかな。うん、そうだね。じゃあ今度一緒にシュシュ見に行こうよ。気持ちだけで十分？そっか。じゃあ改めて見つけてくれて本当にありがとね。まあでもちょっとこれで評価は上がったっぽいからな。あれ、学園ってどうなんだっけ。あ、こいつか。もう完全に学園には用はないな。望月師匠の元に行くか、椎名さんのところに行くか。まあこれはでも椎名さんだな。ん？どうした？そんなに困ったような顔をしていましたか？うん、してたしてた。大丈夫です。何でもないですから。いやいや、そんなこと言わずにおじさんに何でも相談してみな。隠されると余計に気になるですか？すみません。わかりました。正直にお話しします。実は先ほど大きな荷物を抱えられたおばあさんがいらして、重そうだったので荷物を代わりに運んで差し上げたんです。いい子じゃないか。その別れ際にお礼にとおばあさんから手作りのサンドイッチをいただいたんですけど、それがツナサンドだったんです。あ、ツナ嫌いなんだ椎名さん。それもね、やっぱ覚えておくべきですね。でもせっかくのお心遣いでいただいたものなので。まあ確かにね、捨てるってわけにもいかないし。でもこれだったらなんか家族とかにあげるでよくない？それでどうしようか迷っていたんです。なら俺がもらうよ。無理してでも食べなよ。そんなの捨てちゃえば。これ普通に俺もらうよ。お腹が空いているんですか？いや、そういうわけじゃないけどさ。ちょっとなんか趣旨がずれてるけど、まあいいか。乗っていただいてありがとうございました。そんな相談だったらいつでも聞いてあげるよ。食べ物の話をしていたらお腹が空いてきたですか？これは誘え。あのツナサンド以外にもおにぎりなら。マジで？はい。じゃあさ、なんか椎名さん買ってさ、一緒に食べようよ。これ絶対誘える雰囲気でしょう。こんなものでよければどうぞ召し上がってください。だって普通におにぎりくれるなんてないよ。すごい食欲ですね。ほら、そんな風に食べてもらえて。え、食べて今食ってんの？お前アホか。だからこれでサンドイッチとおにぎりもらって、じゃあ椎名さんもなんか買って一緒に食べようっていうのがさ、普通の流れでしょう。ちょっとね、なんかお、こいつ攻めるねっていう時もあれば、お、ちょっとそこはっていう感じの時もあるね。はい、というところで、
じゃあ次は8月8日ですね。ここからやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。